こんにちは、ヨーヨーです。英検1級レッスン24のお時間です。皆さんは今、英検1級で知っておくべき単語をどのぐらいご存知ですか？パスタンなど何かしらの本をお持ちだと思いますが、パラパラとめくってみて、どのぐらい、はいはい知ってると思える単語がありますか？見たことあるけど意味なんだっけという単語もたくさんあると思います。それに、こんな単語初めて見たというような単語がまだまだ多い方もいらっしゃると思います。徐々に見たことあるけどなんだっけレベルに持っていけるといいですね。そして最終的には8割程度はいはい知ってると思えるレベルに持っていけると英検の語彙の部分でぐっと合格に近づけると思います。単語は日本語の四字熟語やことわざなんかと一緒で知っているか知らないかだけの勝負になりますので、ライティングなどに比べて自己採点もしやすいですし、ある意味点も取りやすい部分です。それに単語を知っていると長文読解でも役に立ちますので、毎日コツコツと頑張っていきましょう。それではレッスン24始めていきます。今回の単語はこちらです。1番ミスノーマー、誤った名称。2番 endorse、 推薦する。3番 bravi、 気難しい。4番 gorge、 峡谷。5番 perfunctory、 おざなりの。どうですか？はいはい知ってるという単語はありましたか？もしくはなんだっけ、あるいはこんなの見たことないという単語もありますか？今回でこの5単語全部マスターしていきましょう。1番メスノーマー、誤った名称。私応募もしてないのに美人コンテストで優勝したみたいなのよね。それはすごいね。なんていうコンテスト？ミスノーマーっていう風な名称だから、多分ノーマっていう小さい町じゃないかな。ノーマ？ノーマってさ、島根県に伝わる一つ目の人食い妖怪のことじゃないの？ミスノーマおめでとう。美人コンテストじゃなくて妖怪コンテスト？誤った名称だったのね。ミスノーマ、誤った名称。2番 endorse、 推薦する。次に売れそうなお笑い芸人は誰だ？あっしが推薦するのはココリコの endorse。 endorse、 推薦する。お笑い芸人といえばレッスン7に出てきたこちらの単語も復習しておきましょう。アフリス、金言、格言。お笑い芸人のバカリズムさんですね。お笑い芸人目指すことにしたよ。そうなの？名前は何にするの？アホリズム。バカリズムの次はアホリズム。これ格言っしょ。アフリズム、金言、格言。3番クラビー、気難しい。あのカニめっちゃ気難しそう。気難しいって英語でクラビーって言うんだって。カニがクラブだからあのカニはクラビークラブだね。だから顔に CC って書いてあるんだ。クラビー、気難しい。気難しいといえば不機嫌な猿くんがいましたね。覚えていますか？あとレッスン8では体に文字が書いているカラスもありましたよね。両方とも復習してみましょう。サウキー、不機嫌な。めっちゃ怒ってますね。あの猿キーってなってて機嫌悪そう。サウキー、不機嫌な。カラス、冷淡な。あ、いたいた、あれがかの有名な冷淡カラスだよ。わ、冷たって体に書いてある。顔も
なんか冷淡そう。カラス、冷淡な。4番ゴルジ、峡谷。キャシちゃん、明日のデートをダンディにどこにする？写真送りました。ゴルジにこの峡谷で待ち合わせしましょう。え、ここ？キャシちゃん、なんか企んでない？事件の香りがする。ゴルジ、峡谷。5番、パファンクトリー、おざなりの。文化祭の出し物どれ担当にする？ロックとジャズと、あとおざなりにされてるファンクミュージックがあるね。わかりました。じゃあじゃんけんで勝った人がおざなりのファンクミュージック担当ね。いくよ、じゃんけんポン。あー負けたー。パーファンクトリー、せっかく勝ったのにおざなりのファンク取らなきゃいけないっすか。バファンクトリー、おざなりの。じゃんけんのパーが勝ちましたね。やはりパーが一番破壊的に強いんですかね。これも復習しておきましょう。Pernicious、 破壊的な。じゃんけんで一番破壊的なの出してほしいんだけど、どれにする？破壊的に、Pernicious。 Pernicious、 破壊的な。それでは復習していきましょう。1番、メスノーマ。私、ノーマって町の美人コンテストで優勝したみたいなの。ノーマって島根県に伝わる一つ目の人食い妖怪のことじゃない？ミスノーマ、おめでとう。美人コンテストじゃなくて妖怪コンテスト、誤った名称だったのね。誤った名称。2番、エンドース。次に売れそうなお笑い芸人は誰だ？あっしが推薦するのはココリコのエンドース。推薦する。3番、クラビー。わ、あのカニめっちゃ気難しそう。気難しいって英語でクラビーって言うんだって。カニがクラブだから、あのカニはクラビークラブだね。気難しい。4番、ゴルジ。キャシーちゃん、明日のデートを何時にどこで待ち合わせにする？ゴルジにこの峡谷で待ち合わせしましょう。峡谷。5番、パファンクトリー。じゃんけんで勝った人がおざなりのファンクミュージック担当ね。じゃんけんポン。パーファンクトリー、おざなりの。今回のレッスンはここまでです。覚えられそうな単語ありましたか？復習をして少しずつ知っている単語を増やしていってくださいね。それでは最後に恒例のチャンネル登録のお願いを、何か企んでいるかもしれないキャシーさんにお願いしたいと思います。キャシーさん、お願いします。え？チャンネル登録のお願いですか？では、明日のゴルジにこの峡谷に来てください。来てくれたら、チャンネル登録のお願いしてあげます。え？まさか私を犯人に仕立てあげる気じゃ？ゴルジ、峡谷。それではまた。 See you in lesson 25. Bye!